神奈川県川崎下幕菅仙国にある日本テレビ生田スタジオ外観地図生田スタジオとは神奈川県川崎下幕菅仙国三丁目20番1号にある日本テレビが所有管理するテレビスタジオである主に日本テレビのテレビドラマ制作のために使用されており近くには読売ランドがある水曜ドラマ土曜ドラマや 月曜から夜更かしの撮影のほか、モノマネグランプリ、初めてのおつかいなどの特別番組の収録にも使われている。また、知ってるつもりやマジカルズノーパワーなども主にここで収録されていた。ダウンタウンのガキの使いやらへんで、の絶対に笑ってはいけない大貧民 GoTo トゥーラスベガス24時の収録にも使用されている。 最寄り駅は東日本旅客鉄道南部線稲田堤駅及び京王相模原線京王稲田堤駅。また京王稲田堤駅と小田急小田原線、読売ランド前駅から送迎バスが出ているが関係者以外は乗車できない。スタジオ技術は子会社の日テレテクニカルリソーシーズが受け負っている。1971年に特撮テレビドラマ 仮面ライダー制作のために設立され、それ以降も、主に同種のドラマを制作した、東映生田スタジオとは、所在地も近いが、関係はない。1964年7月に、読売ランドの一角に4階建ての、鉄筋コンクリート作りのビルとして完成。当時は、ネヌ t v スタジオの名称で250坪の第一。 スタジオと200坪の第2スタジオの2つのスタジオがあり、そのうち第1スタジオは1000人収容の公開スタジオとなっており、日本で初めてのカラーアイドホールと社しで多くの来場者を呼んだが、日本テレビの公開番組が次第に減少し、高楽園ホールに集約されるようになってからは、ドラマ撮影スタジオとしての機能を充実。他にも映画撮影用の第3、 第4スタジオも建設された。1986年4月、施設の老朽化に伴い改築されることとなった。現在稼働している建物が、その改築された建物であるが、建設工事は2期に分かれた。第1期工事として260坪の第1スタジオと200坪の第2スタジオが建設され、1989年に、竣工した。さらに、第二期工事で二百坪の、 第三スタジオが建設され、スタジオを密用する現在の形になった。同所の管理、運営主体は、1972年12月18日に、日本テレビと読売ランドの共同出資で設立された、株式会社イクタスタジオが担当していたが、その後合併により、株式会社、NTV 映像センターへ移行し、さらにその後日本テレビ本体がスタジオを所有。 管理する形へと移行した。なお、スタジオ技術は、子会社の日テレテクニカル理想シズが受け負っている。日本テレビは、千代田区二番町の番町スタジオ、港区東新橋の本社ともに、ドラマ以外のパッケージ番組収録に対応できる、スタジオが少なく、それぞれのスタジオ床面積も狭いことから、幾多スタジオの必要性、重要度は高い。ゆえに、 TBS の緑山スタジオのような、いくたスタジオイコールドラマ撮影専用という位置づけではない。出演者用に化粧室、欠発室、衣装室、出演者控室等がある。また制作用に編集室や MA、録音スタジオなどを整備している。また、ビル内外各所にあるドッキングロケ端子版にカメラやマイクロフォンのケーブルを接続することにより、 ビル内外の至るところでロケーション撮影をすることも可能となっている。過去には読売ランド敷地内に時代劇の撮影に使える江戸の街並みを再現したオープンセットを有していたが、1990年代に入り撤去され、1993年の J リーグ開幕に合わせてベルディ川崎の練習施設であるベルディグラウンドのレセルバとなった。ありがとうございます。